皆さんこんにちは、内田真彩です。この動画は月1更新の番組バナ TV ラジオの間を埋める感じでお送りする実況的な番組です。プレイ状況などはツイッターでつぶやいていますので、ぜひフォローお願いします。今回はいよいよアーティファクトのコンプリートを目指します。わーい、やった。なんかね、ついに全身シーフになれるみたいですよ。嬉しいな。私今日から本物のシーフになります。ファイナルファンタジー11のフリートライアル版が配信中です。 Windows 版のパソコンがあればインストールするだけで14日間無料で遊べます。この機会にぜひ体験してみましょう。無限大の魅力があなたを待っているよ。そうなんです、このゲームの魅力って無限なんですよね。冒険者の数だけドラマがある。もちろん私にも私だけの思い出がありますよ。まだまだ思い出作っていきますよ。実はですね、アーティファクトの取得クエストの最後のガルレージ要塞のボムを倒すやつなんですけど、相当かなり強くて、おつまるとかイルタンとかのいつもの3人だとちょっとどうしてもできなかった方かったので、レベル95のポピタンに手伝ってもらいました。強いっていうかね、一人だと多分辛いやつだったんで、まあいろいろありましたけども、まあ、手伝ってもらいつつ、アイテム忘れたけど、まあなんとかなりつつ、みんなに手伝ってもらってなんとか取った感じです。で、さっきその取ったやつがこれです。ダンダン足。なんだっけな名前、ローグプレーヌ、ローグプレーヌ、ちょっと見てくださいよ。ほらほらほら、かっこいい。で、一人で難しいところはこう協力をお願いしちゃうっていうパターンばっかりだったので、今回は一人で頑張る部分を進めたいと思います。レベル51から受けられる2回目のアーティファクト取得クエストのオファーを受けると、各ジョブに対応したダンジョンのトレジャーコッファーからもアーティファクトが手に入ると。そしてクエストで必要になる両手装備も含めてコッファーから手に入れるのは3つあるそうです。本来ならば各ダンジョンの宝の鍵もパーティーで取りに行ったりするんですけど、はい、さてそこで問題です。タラン、私のジョブはピンコン、ピンコン、ピンポン、そうシーフです。ということは宝のね、会場なんてお手の物なわけですよ。皆さん開けてるとこ見たことありますか、私が。というわけでスケルトンキーを使って取っていきたいと思います。まずはここチャラン、オズトロヤ城からですね、こちらですよ。あいたー、余裕しよう、余裕。あれじゃない、
コッファーこれじゃない？あ、これじゃない？トレジャーコッファーこれじゃない？これじゃない、これじゃない？は、おー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 、で、出たよーわーい、やったー。なになに、ローグキュロットを宝箱から手に入れた。やったー、ゲットしたよー、やってー。あ、ちょっとじゃあ装備してみますか。なんだよ、簡単じゃないか。できるじゃん。ちょっと見てくださいよ、この足装備。さっきのツンツルテンみたいなのから急にシーフみたいになりましたよ。シーフみたいじゃない、シーフになりました、シーフに。はい、ノリに乗ってるマヤヤン、次はこちらのクエストを受けたいと思いますよ。この人、ドドン、なんじゃらほい。はあはあ、ブログ屋さんなんですね。はあ、戦後の闇の中、人から人の手に渡り、今はダボイの奥に眠っているという。ダボイ、お前が何を信じようと買ってたが、お客様に変なことを言うなと、言うなってさ。さあ仕事だ、やることならいくらでもあるんだからな。わはは、チャンピオン、噂のチャンピオン、これめっちゃ強いんですよね。見えないからってちょっとぐらい遊んでもいいじゃない。あっ、あった、これだ。え、コッファー探しに来たんですよね、私。じゃあこれ、これだ、来た。しかもおつぼねもいないし、あ、チャンピオンがいる。まあいけるか、いっちゃおう。今だ、今だ、よし。鍵？え、何、鍵？あ、持ってる。それじゃないやつだけど。シュ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 。はい、失敗した！何も起こらなかった！え、いいの？使うよ、いっぱい。成功、あ、成功したー！やったー、やったー、わーいわーい、やったー、成功！ふぇー！までさ、これさ、やばいやばいやばい、ちょ待って、帰る、帰る、あ、やめて、帰るから、もう、あ、回避スキルとかどうでもいいから、あ、よかった。これは古くてボロボロだけどすごい出来だ。まさかこれボルグヘルツの。ちょっと、そうだ、この人、ちょっと役立たず、役立たず。しかし私は知っている。これね、なんかね、違う人のとこ行くんですよ。行くはずなんですよ。確か天正堂、なんか知ってる人いたんで、そっちに行きます。この人かな。あ、ん、これこれか、なんかよくわかりませんが、ここに行けばいいのかな。なん、わかんないよ。一回やったことあるんだけどな、忘れちゃってますね。きたー、頭のつるんとしたおじさん。はっ、我との契約を欲するものか。はい。え、契約にはズバール状の闇の炎が必要だ。
闇の炎をその小手とともに、その箱に入れるがよい。小手をかつての状態に戻そう。戻そう。闇の炎を、闇の炎を手に入れろ、手に入れろと。手に入れろだって。あ、じゃあ次はズバル城に行く感じですね。行くか。はい、ズバル城着きました。一人でやるって言ってたんですけどもなぜ3人なのかと言いますと、先ほどの古びたコテを使うためには闇の炎が必要なんですけれども、それを取るときにノートリアスモンスターのボムを倒す必要があるそうで、その助っ人として来ていただきました。はー、まあね、一人でっていうのはまあこういう時はしょうがないよっていう感じで、怖いことし気にしないでいこうよ。うん、そうしよう。というわけで2人をパーティーに誘いたいと思います。よろしく。いつの間に獣使いに。よろしく。伝説になってる。よろしくね。あ、これが闇の炎。インビジを切って、あ、来たって、すいません、ごめんなさい。ごめん、なんだそのマクロ。よし、とりあえず殴るぜ。あ、デジョンかじる。あ、待って、ノールサインティー。ほい。あ、後ろでカニさんが戦ってくれてる。頑張ってカニさん。カニさん頑張って。私たちはこの大きな人を大きな人をね、倒していこう。騙そう。はあ、お、入ったかな。来た。あ、お、カタカタ。よし、待ってたカニさん、今来たよ。行くよ。カニさん強いな。が、勝ったよーい。そしてこれを調べる。お、来たよ。ゲットしたよー。闇の炎。ありがとう。それではここからは一人で宝箱を探しに行きたいと思います。いやー、まあ3回目ですから大丈夫でしょう。一人でもいけるでしょう。私実は自分のキャラクターでアーティファクト揃えたことないんですよね。なんでこれで揃えたら初アーティファクト一式ゲットですよ。やばいよ。これ落ちる。おし。あるかな。こんなとこあるんだ。知らんかったよ。強さ。で、宝箱があったらラッキーってやつ。ですね。あー、ここはなさげー、なさげですね。やだ、ドキドキする。こっち、あー来た、よし。あー、待ってますように。なきにしもあらず、あるず、あ、ないず、ない、ない。おっしょ、おっしょ。なんか移動したな。ん？あ、あれ？
おどんどん闇より進んでないかな。これこっち、こっちじゃない気がします。箱の匂いしてきた。いや、次取れるよ、取れるよ。私間違えなければ、ここだ、落ちる。よし頑張って。あー、プロデス切れた。よいしょよいしょ、ポッポッポッと、ないないか、ないないないです、ないです、ないよー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 。シールも切れたよ。30分やってるってことだよ。あれれー、ないな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 ー。次行くか。あるかな、あるかな。人、人です、人でした。なさ、あるげー、あるげー、あるげー、あったげー、あったよ今。あ、おつまる。ちょっと何やってんのよ。ちょっと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 、何知ってん？え、ちょっと待って、開けるわ、開ける、開ける、私開けるわ、ちょっと開ける。 あんたじゃないわ、あんたじゃないよ。あ、よいしょ。あ、違います、開けるものありません。あなたに用はないのよ、バカ。あ、姿がね、便秘状が切って、スケルトンキーパカリ。あー、いたーって、おつま、お前何知ってたの？ちょっとちょっと、知ってたの？てか、なんでいるの？帰ったんじゃなかったの？何言ってんの、何言ってんの、もう言ってんの、もう。いやー、ちょっとちょっと脱力したわ私。はい、おじさん来たお、来たお、光った。ああ、すり抜けてる。契約はなされた。え、終わり？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 ありがとうございます。はい、お家帰ってきました。それじゃあお着替えタイムしましょうか。ちょっと私もドキドキしてるんですけど。ああ、来ちゃうよ。ローグアームレット、アームレット、そしてからのローグベスター、てれーん、シーフマヤヤン、てってよー。ちょっと見てくださいよ、ついにこのフルアーティファクトゲットしました。あー、長かった長かったですね。いや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 、最後はあんな調子で拍子抜けしちゃいましたけど。いやいや、おめでたいです、おめでたいです、パチパチパチ。いやいやいや、本当におめでたいわ。いや、なんだかこれを着るとちょっと感慨深いですね。長かったような、短かったような、アーティファクトレベル60にもなったしね。いや、なんだか嬉しい限りです。すごい、だって見てよ、盗むがこんなに上がるとか。盗む大好きな私には超いい装備だと思います。盗むどんどんしていきたいと思います。いやいや、今回はね、サクッといくかと思えば邪魔され、邪魔手伝ってくれたりしたおつまるだとかイドルタンだとかみんなに手伝ってもらってゲットできましたよ。いや、おめでたいです、ありがとうございます。いや、そんなわけでこんなとこで終わりたいと思いますよ。今回のバナ TV フェローはここまででございます。それでは皆さん、良い旅を。
やったねー。